今回のテーマは自己分析です。私も就活当時を振り返ってみると自己分析には非常に苦労していた記憶があります。そして今回はある自己分析のフレームワークを用いてやってみたいと思います。リクルーターキャリアスクール、こんにちは。楽天グループ新卒採用グループの内山と和田です。さあ、ついにリクルーターキャリアスクールが始まりました。リクルーターキャリアスクールとは、就職活動を行っている方に向けて、我々楽天グループのリクルーターが就職活動における様々なテーマに沿って、私たちが考える就活のコツやノウハウを共有する、そんなコンテンツになります。今回のテーマは自己分析です。私も就活当時を振り返ってみると自己分析には非常に苦労していた記憶があります。いや、私も同じように自己分析に苦戦してやり方がわからないままやっていました。今ご覧いただいている方々の中にも、なぜするのか、どう分析するのか、何が正解なのか、そんな疑問を持ちながら自己分析されている方もいるんじゃないかと思います。今回の動画で皆さんのそのような疑問を解消すべく自己分析について説明していきます。それではやっていきましょう。まずはじめに自己分析とは何かについてお話をしていきたいと思います。皆さんの中には自己分析とは何かよくわからないと悩んでいる方もいるのではないでしょうか。自己分析とは、自分の過去を掘り下げ、自分はどんな人間なのかを把握するものになります。普段自分はどんな人間かを考えて生活をしている方は多くはないと思いますが、今までの行ってきた行動や決断の理由を分析していくことで、実は自分はこんな人間なのかと気づくことができる、それが自己分析です。ではなぜ自己分析が就職活動で必要なのか。その理由は、自己分析で自分の価値観、長所短所が明確になり、企業選びや自分をアピールする上で必要な情報を手に入れられるからです。自分の価値観と企業の理念が合えば、目指したい企業や自分に合った企業を選びやすくなりますし、そのような企業には同じ価値観を持った社員が働いていることが多いので、入社した際も働きやすいと思います。長所や短所は面接や ES でもよく聞かれますし、自分の長所を活かせるような環境を探す上でも長所と短所を明確にすることは重要です。こういった理由から自己分析が就職活動において重要になっています。就活において重要な自己分析ですが、実際にどのように取り組めばいいのでしょうか。そこで実際に内山さんに自己分析をしていただきます。そして今回はある自己分析のフレームワークを用いてやってみたいと思います。そのフレームワークがモチベーショングラフです。モチベーショングラフとは、過去から現在までのモチベーションの変化を出来事や当時の感情とともにグラフで表すものになります。そのグラフから自分はどういった価値観を持っているのか、どの場面でどんな感情を抱くのかという共通点を見つけることができます。言葉で説明するより実際にやってもらった方が早いので、やってみましょう。今ご覧になっている皆さんも一度動画を止めてやってみてください。それでは内山さん、お願いします。終了。さあ、ワークの時間が終わったということで、内山さんのモチベーショングラフを見ていきましょう。内山さん、やってみていかがでしたか。はい、そうですね、実際に過去を遡っていくと、つながりのなさそうな行動も根本的には同じ考えで動いていて、今になって自分がどういう人間性をしているのかが明確になりました。また楽天に入った身として見ても、社会的な意義のあることにモチベーションを感じるという部分が楽天と親和性があるなって思ったので、自己分析をして企業との相性を確かめることができると実感できました。そうですね、フレームワークを用いることである程度筋道立てて自己分析を行えるので、簡単で正確になりますね。このフレームワーク以外にも自己分析に使用できるフレームワークはまだまだあるので、気になった方はぜひ調べてみてください。ということで、今回は自己分析についてお届けしてきました。この動画をご覧いただいて、皆さんの自己分析に対する理解を深めていただけたら嬉しいです。ぜひ今回学んだことを生かして、納得のいく自己分析をしてみてくださいね。また今回の動画が良かった、自己分析のことが分かったよっていう方は、高評価とチャンネル登録をお願いします。次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。